はようございます。1月6日水曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。1月6日水曜日9時の予想天気図です。今日は冬型の気圧配置となります。そのため日本海側を中心に雪や雨が降りやすくなりそうです。また JPCZ 風と風のぶつかり合いの影響で北陸エリアや近畿北部などを中心に雷あられ突風にご注意ください。では全国のお天気アイコンで確認していきます。日本海側では雪や雨が降りやすくなりそうです。特に北陸や近畿の北部では雷あられ突風に注意が必要です。その他のエリアも雪など降りやすくはなるものの闇間は多くなりそうです。一方太平洋側では晴れるところが多くはなるものの関東の南部でしたり九州そして東シナ海側そして四国の山沿いでしたり山陰方面などこちらでも雲が広がりにわか雨にわか雪の可能性があります。空の変化にお気をつけください。気温は低く寒く感じられるところが多くなります。特に西日本方面では上空寒気も流れ込んできますので昨日よりも気温が低く寒くなります。暖かくしてお過ごしください。そして明日以降は荒れた天気となることが予想されますので今日のうちに備えをしっかりと行ってください。以上全国のお天気をお伝えしました。